ご覧いただきありがとうございます。今回は奈良市大安寺にあります、コーポー大安寺というですね、3DK の、マンションのご紹介をさせていただきます。まずこちらが、ダイニングキッチンスペースとなっております。こんな感じで、ね、キッチンが、ね、オープンキッチンになっておりますので、こちらダイニングのスペースを、ね、広々と使っていただくことができます。で収納も、ね、下と上とたっぷりついております。でこのキッチンの奥が水回りがまとまってありまして、まずは、独立の洗面台と、奥がこちら追い焚き付きの、浴室になっております。で窓もね大きいのついてますので、換気もねバッチリできますね。で向かい側に、お手洗いがございます。で、ね、こちらのお部屋はね、あのクロスが全部ね真っ白に塗ってありまして、あの今日はねあまり天気良くないんですけど、それだけでもすごくね明るく感じますね。で奥が、洋室となっております。で洋室とこちらダイニングキッチンあのから、バルコニーに出ることができるんですけれども、バルコニー自体もこんだけ、奥行きがありまして、じゃあの奥にですね、洗濯機を置いていただけるようになっております。で、こちらが4階の、になっておりますので、やっぱりすごく眺めもいいですね。遠くの、ね、山々も見えますし、あの近くには大安寺小学校とか、あちらあの再生会病院という、ね、すごく大きなあの病院もございますし、あの裏側には、ね、こう線路もあって、あの電車も、ね、寝ることができます。もう見ていただいたら分かるように、すごく、ね、あの住宅街になっておりますので、あの小さな、ね、お子さんいらっしゃるご家庭とかにすごくおすすめの物件となっております。でこちら奥がですね、6畳の和室となっております。こちら見ていただいたら分かるように、2軒分の、押し入れと、天袋ついておりますので、もう収納力は、ね、抜群の、物件となっております。でさっきの洋室には、ね、1台エアコンもついておりますし、なんとお部屋3つとダイニングキッチンにそれぞれこんな感じで照明も、ね、ついておりますので、初期費用もかなり、ね、抑えられます。で最後こちらが、洋室ですね。もう少し小さめになっておりますので、お子さんのお部屋だったりとか、あの寝室とかでも、ね、していただけたらと思います。で最後こちらが玄関スペースになってまして、ちゃんとねこんな感じで、シューズボックスも、ついておりますので、玄関もねすっきりと、毎日で生活していただくことができます。まあ、あのお家賃もねかなりお安めになっておりますので、あのこの辺りでお探しの方はぜひチェックしていただけたらと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。賃貸のまさきでは奈良のおもてなし、奈良心で皆さんのご来店お待ちしております。以上でご紹介をさせていただきました。バイバイ。